年の終わりにはああ虹の橋があるのだろう。ああ何がよくというのだろう。希望の星胸に残して遠く旅立つ一人。かつて一日一夜にして大西洋の海底深く没したと伝えられる謎の大陸アトランティス。そのアトランティス大陸の人々の子孫、トリトン族のただ一人の生き残りが白いイルカルカーに託されてある漁村に捨てられた。赤ん坊トリトンは一平爺さんに育てられ、そして13年、今人間の知恵と勇気を身につけた少年に育った。その少年トリトンはトリトン族の秘密を、オリハルコンの剣の秘密を、ホラガイの秘密を求めて一人戦う。だがトリトンの行く手に立ち塞がる海の悪人ポセイドン一族の力は計り知れないものがあった。この間から黙って見ていれば私の子分をよくもやってくれたわね。だがしかしトリトンは秘密を求めルカーと旅立ったのである。風花ですよ。氷山に積もった雪が風に飛ばされてくるのです。こんなところに俺の仲間が本当にいるっていうのかい、ルカ。この北の海の長老プロテウスというものを探せばトリトンの仲間のことを知っているかもしれませんよ。プロテウス？ゾウアザラシの老人だそうです。ゾウアザラシ？どこにいるんだそいつは。
かあるか。はい。アザラシの悲鳴だ。左の氷山の影から聞こえたぜ、ルカ。何か不気味な声も聞こえましたよ。どうします、トリトン。こんなところにポセイドン族がいるのか。多分。相手ではありませんよ。でもあの2匹放ってはいけないよ、ルカ。でもあなたには他にやることがあるんですよ。ルカ、アザラシと怪獣の間に入ってきて、そして氷山の間に誘い込むんだ。いけません、トリトン。いいから。邪魔するバカ者めが。ガイ、ミノータス。モーコス。目覚めよミノータス。ポセイドン様の命令だ。ポセイドン様が。ガイ、トリトン族が北へ向かっている。命令だ、今眠ることは許さんぞミノータス。トリトン族だと。トリトン族の生き残りがこの氷の海へ来るというのか。ガイ、ミノータス。トリトンの姿あらば必ず殺せ、殺せ。アナザルシは一体どこ行ったんだろう。本当に逃げ足の速い連中だ。この方向に来たのは間違いないんですけど。プロテウスのこと聞きたかったのに残念だな。へえ、大きな氷山だ。トリトン、探検はあんな風に使うなんて、ご両親があなたを陸へ送ったわけが分かりました。トリトン族はああいう風に使わなかったのか。ええ、でもルカ、このトリトン族の件は素晴らしい探検だよ。そうですね。こんなに花園を荒らしちゃってどうしてくれんのよ。人の声だ。女の子の声ですね。ルカ、見に行ってみよう。いけません、迂闊に近づいては。なぜだ。こんなところにいる人間なんてポセイドン族の仲間に決まっています。まさかポセイドンだなんて。僕はあなたに花を摘んであげようと思って。明日は花祭りなのよ。よし、俺様子見てくるからな。気をつけて、トリ。戦って死んだ仲間に捧げる祭りだからじいさんやりゃしないよ。どうしてさ。逃げるだけしか能のないじいさんには死んだ連中に恥ずかしくって祭りなんかやれるもんかってんだ。ただ小さい子じゃないか。でもお祭りをやらなきゃ私が女王様になれないわ。そりゃそうだけどさ。明日はこの女王の椅子に座るのよ。
そのために絶対花祭りはやるの。人魚だ。へえ、本当にいるんだな。どう、バッキー、似合う？似合うよ。やろう、絶対に花祭りだ。もちろん。あ？で？じゃあ、あ？で？ねえ君、ちょっと聞きたいんだけど。いや、嫌い。おう、おう。花を踏んづける人なんか嫌い、大嫌いよ。おい、君、プロテストを知らないの？ピーン、知らないわよ。くそ、なんて人魚なんだ。トリフト？ん？いけませんよ、誰にでも迂闊に近寄っては。でもあの子が。さあ行きましょう、早く。うん。トリトン族の人魚？ルカ、当てはあるのかい？ええ、今人魚といたセイウチが妙なところへ逃げ込んだんです。どこへだ？あの氷山へ逃げたんです。え？氷山に？氷山に入れるわけないじゃないか。ええ、そうなんですけど。もういるか？本気で滝の中に入っていくつもりか？そうですよ。クリパスだ。静かに。ひょっとしたらこの先はポセイドン族の住処かもしれません。行き止まりだ。潜ってみましょう。その小さなヒレでよく氷がちぎれたもんだな。そこはそれ、出来たての氷で。出来たての氷はよかったな。おかげさまで。しかしブル、こんなに近くまでポセイドンの怪獣が現れたとなると、これからは入り江の外に出てはならんぞ。そんじゃあさ、明日の花祭りはどうすんのさ。とても入り江なんかじゃできないよ。祭りか。人間だ、人間が来た。人間がこの入り江に来たと？ポセイドンの一族はミノータスか？わかりません。プロテウス様、魚みたいな人間です。魚みたい？バキ、案内し。トリトン族の衣装を身につけた子供じゃ。いや、やめ、みんなやめ。お、プロテウス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 だって。やめ、どけ。トリトン族のものか。え、そうだ、俺はトリトン族のトリトンだ。信じられん、トリトン族の子供なら。プロテウスさん、あなたはトリトン族のことをご存知なんですか？ああ、よく知っておるが、この子がトリトン族の子か。こんなにも海の中に潜っていられるなら、まずは間違いないようじゃ。よく来てくれたトリトン族の子よ。若い者の乱暴は許してくだされ。さあみんな、よく聞け。この方はわしがよく話していたトリトン族の方じゃ。さあトリトン。え、
プロテウスさん、あなたは私たちが来るのをご存知だったのですか。嫌いでか。わしはトリトン族の男がいつかピピを迎えに来るのを信じておったのじゃ。ピピ？誰のこと？それはトリトン族の方ですか。そうじゃよ。女の子じゃ、とても可愛い子でな。え、女？まあ、女の子なんですか、生き残りのトリトン族って。あ、トリトン、どうしたのです。トリトンとやら。そう。ここをピピの住まいにさせております。ご覧なさい、100年以上も前の船です。この乗組員たちは燃料も食料もなくなり、地獄の苦しみをした挙句この船と運命を共にしたのです。しかしわしはそんな人間でも尊敬しますな。え、どうして。これだけの道具を作って氷の海へ冒険に来た、その知恵と勇気は素晴らしいものです。あなたは13年も人間と暮らしたてじゃありませんか。その身につけた知恵や勇気をぜひ海の平和のために役立ててほしいですな、トリトン。女と一緒にか。そうです。わしはピピのご両親からあの子を預かって、ポセイドン族の手を逃れてこの北の海に来ましたのじゃ。初めは平和な海も、ポセイドン族の一味ミノータスが現れるに及んでからは戦いの毎日でした。そしてこの秘密の入り江を見つけて、ようやく平和な暮らしができるようになったのです。しかしここも長いことはありますまい。そこへあなたが現れた。あなたは我々海に住む者の平和を守ってくださる。そのためにピピもきっとお力になりましょう。なんか役に立つか。いえ、今にピピがいてよかったとあなたにも分かる時が来ます。分かるもんか。あなたはまだ子供じゃ。お寺だい。僕も行けよ。おい、お前たち一体どうしたんだ。ピピが帰ってこないから探しに行くんですって。なんだ、ここにいないのか。やだな、さっき会った子がピピさんだよ。え、あのおてんばの分からず屋の人魚が。ピピさんをそんな風に言うとひどいよ。ルカ、これは一体どういうことなんだ。トリトン族の子供は人魚だったら俺はトリトン族じゃないじゃないか。そんなことはありません。そうじゃ、ピピは間違いなくこのわしがトリトン族の親子から預かったんじゃ。おかしいよ、プロテウス。同じトリトン族だったら。わしの言うことが信じられんというのか。え、トリトン。トリトン族がやろうとしていたことをお前とピピでやってもらわねばならんというのに。やろうとしていたことって。海に平和をもたらすこと以外にもっと大きなことがあったようじゃが、そこまではわしにもわからん。何、そんな秘密みたいなものがあったのか、トリトン族には。あれはミノータスの目覚める音じゃ。ポセイドン族の一族のことですか。ああ、入江の外にいたらまた怪獣に襲われるだけじゃ。ポセイドンか。ブル、モヤ、それにバキも探しに行ったようですけど。困ったやつらじゃ。入江の外に出なければ危険でないもの、こうも外に出られたらいつかミノータスの手で。お、ピピじゃ。バキなんて嫌いよ。さっきは一人で逃げてったりしてさ。だから謝ってだろ、ピピさん。行くよ、いいね、入っちゃうからね。知らない。あら、お、ミノータスの怪獣じゃ。それどころではありませんよ。ダメ、返してっていうのに。あ、ピピさん。あんた。あ。キャー！助けて！お。あ。ピピ。来いでもら。俺が相手になってやる。どうした？俺が怖いのか？弱虫野郎。図体ばっかり大きくて。ピー。
てトリトン族の子だなんてやだわ。さすがトリトン族の血を受けた方じゃ。いや、立派でしたぞ。プロテウス、俺は嫌だ。あんなのと戦ったり殺したり、俺は嫌だ。嫌だ、嫌だ。しかし、戦わねばなりません。トリトン族のために。トリトン族が何だって言うんだ。でもトリトン、ポセイドン族をこのままにしてはおけないでしょ。トリトン族のとこはね、もっとかっこいいんですからね。女なんかにわかるか、俺の気持ちが。トリトン、わしからもお願いします。なんとかピピを連れて。そうですよ、このままだとポセイドン族のミノータスが目覚めて。言うのなんか誰でもできる。みんなは言ってればそれで気が済むんだろう。でもやるのは俺なんだぜ。俺は嫌だ。あんな女なんか大嫌いだ。トリトン、トリトン。音楽会。